宣伝ついちゃってない。アノサです。ありがとうございます。宣伝ついちゃう。声出する？声出していくぞー。じゃあこの一面の名前、存在するしないーちゃん。どうも、メタルハルキです。ガイトです。のせです。もちです。はい、というわけで、春が始まり、まあいつかわかりませんけれども、撮影日としては4月の下旬ということで、高校に合格して、新しいクラス仲間と出会った方々もいると思います。でまあそんなね、若い子にありがちなのが、仲良くなったメンバーに名前つけちゃいがちなんですよ。まあ特に女子にありがちなんですけれども、まあ要は黒歴史と言いますかね、まあ、まあそれをずっと引きずるあれもいますけど、まあそんな一面の名前っていうのは何それっていうのが多いんですよ。そう、仲間内の会話とかから発生した意味のわからない言葉とかね、なんか夜面とか、まあ基本的に意味がわからないわけですよ。というわけで今回は実際に存在する一面の名前の中に俺が考えたオリジナル一面の名前が入ってますので、それを見分けてもらえればいいなと思います。了解でーす。はい、まあ間違えた方には、まあ今それぞれね、置かれてる状況があると思うんですよ。まあその中で仲良くなった人たちと一面の名前を作ってもらいます。どういうことですか？あ、わかりました。こうしましょう。それぞれ仲良かった人たちとグループを作って、一面になって、名前をつけて、自分たちのインスタのストーリーに、〇〇でなんとかしてるよっていうストーリーを、絶対嫌だなぁ。あげてください。というわけで今回は、一面の名前クイズです。やっていきましょう。はい。全10問作りましたので、その一面の名前が存在しないと思ったらボタンを押してください。はい。はい。それでは、第1問。のんびりーず。せーのって言ってくれ。いそうだな。陽気な女の子グループか、優しい感じの男の子2人組とかがもうつけてそうな。せーの。ありそうじゃね。いや、ズだよ、だってそう、ズなんだよ、ズ。ちなみに言わせたんですけど、ひらがなです、全部。おー S とかじゃなくて、なんかもう書きましょうか。絶対これぐらいいるよ、のんびりーずぐらい。なんかそう言われたらいそうな気持ち。なんかひらがなだとちょっとな、グループの名前をさ、頑張って決めてきてる感が俺にはすごいんだよ。あー、なんかこう、自然に生まれた感じじゃないっていうか。正解は存在します。あ、なんだ、正解。正解、やったー。これ分かりづらいな。どちらかというとこれお前が押す方だよね。どういうこと？俺らが言ってた。第2問、チーム RKHT。 もう意味やから。 RKHT、 頭文字取った系ね。あるなー。チームはつけん、夜面に。あ、夜面って言っちゃった。男だな、でもこれは。これは絶対男。チームはこれあったら失礼だけど、ダセーな。やばいよ、普通に。なんかチーム名ってもっとなんかさ、さらっと言えるイメージない？でも、一面の名前を学校で言うかね。せーの。全員ない。これはない。ないです。これはない。正解は、存在しません。あー、いいねじゃん。これ実際はなんかチーム SAKA みたいなのはありました。ダセーって言っちゃったな。ダセーよ、普通に。じゃあ第3問、ビートルズ。もう何う、いるやん、いるやん、バンドじゃん。好きなやつだったらちゃんとザ・ビートルズにすると思うんで、なんか、はいはい、せーの。存在しない、存在する、存在する。はい、正解は存在しません。よーっ、おい、うわ、やばい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 。現在2ポイント、2ポイント、1ポイントですね。まだまだ俺は大丈夫だ。第4問、美少女。これはありそう。うわー、いやでもいるもん、だっているいる。なんか自分の顔に自信があって、なんかある程度可愛いの理解してるやつが美をそっちに変えてやってそう。いるな、うざいやつ。せーの。え、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 あ、違う、間違えた。あー、びっくりした。存在します。しゃーす。これ使ってる女だから気をつけろ、本当にやべえから。第5問、あ、いや、意味わからん。あ、でご飯行ってきたとか言う LINE のグループだったらある。いきますか。せーの。ま存在
しませーん。マジで。いやーよし。第6問、はい、チベットスナギツネ。チベットスナギツネってどんな動物ですか？これですね。あー見るやつだ、よく。あーよく見るやつだこれ。割とこいつ自体の知名度はある。せーの。こんなのしてるやつがいたら相当センス悪いよ。今すぐそのグループ解散しな。存在しまーす。お前いいんだな、お前いいんだな。これはいるよ。第7問、脇腹執行人。やめとけ。脇腹執行人なんだよ、脇腹執行人って。滑ってます。せーの。全員ない。春奇襲がします。わかるわ。ちょっとわかる。ちょっとわかるわ。存在しません。イエーイ。恥ずかしすぎるんだけど。第8問、はい、ミラクルシスターズ。何？あーやってんな。なんかもう小学6年生から中学1年生がつけてそうな名前。プリキュアの名前みたいな。カリスマブラザーズ感があるよ。せーの。頼む。ここで野瀬が正解すれば同点。同点。ミラクルシスターズ存在しまーす。だよっしゃ。バーイ。ミラクルシスターズは存在します。なんで存在すんだよマジで。解散しろバカ。第9問、はい、待って、9問。これも1回話されたらアウトや。仲良し5人組。うわもうチーム。あー分からんけど外したくねー。仲良し5人組やってんな。考察も出んよこれは。そう。せーの。わあ。仲良し5人組存在します。なんでやよ。誰がつけんだよこんなの。点数変わらず。やだ。かけに出とけばよかった。じゃあもちはもう勝ち確定ということですかね。どうします、チャラにするしましょう。最終問題。はい。幼稚園サファリパークの日常。はぁ、でも全員正解したら俺がやりましょう。おー、これはもうあれじゃね、全員でどっちかにかけるしかなくね。でもダメだ話し合いは。まあそうだね、もうシャバい、それはシャバいから。グループ名投げんだよ。でも俺も長い。あれ本名ってかあれな、フルは何なの。夜俺と一緒に遊ぼうぜ。うわー、みたいな感じだもんね。だってありそう。最終問題、これはもう幼稚園サファリパークの日常。せーの。うおーうおーうおー。存在すればカイトの勝ち、存在しなければ俺は賭けに出たよ、カイトの負け。頼む。幼稚園サファリパークの日常、この一面の名前は存在しません。やー